F-35B 戦闘機が新田原基地へ配備される中、馬毛島では急ピッチに練習基地への建設を始めている。木原防衛省は10月13日、海上自衛隊横須賀基地で事実上の空母化を進める護衛艦いずもを視察した。いずもは海上自衛隊が持つ最大の護衛艦で、広い飛行甲板を備え、ヘリコプターの運用が可能である。今回は、この、いずもの改修工事の流れと今後の業末について詳しく見ていきましょう。いずもの1回目の改修は、2019年度末から、横浜市磯子区のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で実施され、今年の6月末に終わらせている。具体的な改修内容としては、特殊な塗装などによる飛行甲板の耐熱処理工事や誘導灯の設置などが施された。防衛省は、閣議決定された2022年度の概算予算で、いずも片護衛艦改修費用として67億円を要求していた。このうち、12億円を、米軍からの技術支援経費として要求しており、いずも片護衛艦で F-35B のオペレーションを実現するためには、米軍の協力はやはり欠かせないとしていた。岸本防衛省が当時の記者会見で、米軍の協力を得て、いずもで F-35B の発着試験を行うことを明らかにしており、1回目の改修の後のいずもにおいて、F-35B が、支障なく発着艦可能であるかといった点について確認することを想定した検証、試験を実施予定であると発表していた。さらに、防衛省は、いずも型護衛艦改修費用として要求した67億円のうち、いずもの着艦誘導装置を先行取得するための費用36億円を計上していた。防衛省によると、この着艦誘導装置としては、米海軍とアメリカのレイセオン社が共同開発した、ズポールス、ジョイント・プレシション・アプローチ・アンド・ランドイング・システムが予定されている。ズポールスとは、GPS 衛星信号と管制後方システム、INS を使って、F-35B やオスプレイといった軍用機を、オートマティックで、安全かつ正確に着艦誘導する全天候型のシステムである。防衛省としては、とりあえず、2022年度予算で、いずもの分のみのズポールスを取得し、加賀の分は、後年度に取得する方針を立てていた。ただし、来年度予算で着艦誘導装置が先行取得される前に、いずもで、米海兵隊の F-35B の発着訓練が行われたことになるが、この米海兵隊との訓練で使われる着艦誘導装置はどうしたのでしょうか。海上幕僚監部広報室は、当時の四国沖の天候は快晴だったこともあり、今回の発着艦試験では、着艦誘導装置が使用されなかったことを明らかにしており、いずれにしても、防衛省は、いずも改修が、当初の予定通り、2026年度中に終了すると見込んでいる。そして、岸本防衛省から引き継いで就任したばかりの木原防衛省が、10月13日に、海面から、約30メートルの高さにある艦長が指揮を取る、いずもの環境などを視察して回り、搭載されている設備の説明を受けた。視察後、記者団に対して、いずも片護衛艦を中核として、広大な空域を有する太平洋側も、隙のない防空体制を築くと国防を強調した。そして、いずも片護衛艦は、来年度から納入されるステルス戦闘機 F-35B を艦上で運用する改修を着々と進めている。自衛隊が発足して、70年の月日が経ち、今こうして、日本海軍以来の空母を手に入れたことにより、日本の安全保障の大きな転換点となるのは間違いないでしょう。第二次世界大戦で、日本海軍機動部隊の中核として、初戦で、太平洋やインド洋で、凄まじい活躍を見せた空母、加賀の艦名を引き継いだ、加賀、こいつは、海自の機体の歩道を伺わせるには十分だろう。そういう意味でも、この空母改修が施された、加賀は、新たに、令和の太平洋防空の用として君臨し、この後続く、出雲と共に、
中国への抑止力としての機能をいかなく発揮してくれると期待している。実は今回の空母化ができたからといって自衛隊が他国に打撃を与えるほどの火力投射能力を獲得したわけではありません。艦載機となる F-35B は優秀な情報処理能力とセンサーの塊と言ってもいいのだ。そして情報共有システムニフカにより自衛隊の艦隊の上空にレーダーを配置させることで艦船レーダーでは捉えることができない水平線の向こう側の敵を探知捕捉し、艦艇から発射したミサイルを F-35 がロックオンする等の次世代の戦闘に対応するためのものである。航空自衛隊の早期警戒機 E-767YE-2C が常に艦隊の上空を飛んでくれているわけではないので、監視の目を常に持つことができるアドバンテージは非常に大きい。しかし小型空母級の出雲と加賀2隻だけで太平洋防空の中核を担うというのは言い過ぎかもしれない。アメリカの小型空母級である強襲揚陸艦と共同運用して日米両方のイージス艦を何隻かと艦隊を組んで初めて抑止力となり得るのではないでしょうか。出雲型は F-35B を10機前後搭載可能であり、出雲と加賀の2隻で合わせて約20機を艦載運用できる計算になるのだが、南西諸島有事が起きた際に那覇基地が中距離弾道ミサイルや巡航ミサイルで使用不能にされる可能性も考慮する場合、貴重な航空戦力になるのは確かである。でも本命は次の艦型なのかなとも思うが、せめてイギリス海軍のクイーン・エリザベス級くらいの大きさと搭載数も将来的には欲しい。ただし今のところ F-35B の導入予定は42機となっているため、追加導入するとしても現在の出雲型2隻で40機程度を運用するとして、さらに次期空母2隻を足して80機となると、訓練機や予備機なども含めると全部で100機は必要となるだろう。海上自衛隊トップに君臨する坂井良海上幕僚長は10月4日の記者会見で、出雲型護衛艦を念頭にしてイタリア海軍と F-35 戦闘機の運用について情報交換できるようになったと述べた。出雲型護衛艦兵イタリア軍 F-35 の発着艦訓練が行われたら米軍以外では初めてとなる。坂井幕僚長は6月下旬にイタリア海軍フリゲート艦が神奈川横須賀へ寄港した際、向こうの参謀長のクレデンディの上級中将と懇談し交流促進で一致していた。坂井幕僚長はイタリア海軍の派遣継続は正式な決定ではないと前置きしつつ、イタリアの空母も F-35 を搭載していると述べ、こうした観点で防衛交流を進めることを明らかにした。海上自衛隊は最大級護衛艦の出雲と加賀の2隻で着々と改修を進めており、米軍の F-35 が発着艦する実証訓練をすでに行っている状態だ。防衛省は米海兵隊の F-35B ステルス戦闘機が2021年10月3日に海上自衛隊の護衛艦出雲で発着艦試験を実施しており、出雲型護衛艦の軽空母化に向けた歴史的な大きな一歩を踏んだ。当時の防衛省の発表によると、実施海域は四国沖で米海兵隊岩国航空基地に属する F-35B が参加していた。その際、防衛省報道室は2機の F-35B が発着艦試験を行ったことも明らかにしている。海上自衛隊の公式ツイッター現在 X において、米海兵隊の F-35B が出雲から短距離離陸をし、出雲に垂直着陸する写真や映像なども投稿されていた。それで、防衛省は、米海兵隊の支援を得て、F-35B の発着艦に関する検証を実施し、発着艦が可能であることが確認できたわけだ。この時が、まさに、海上自衛隊の艦艇に、F-35B を発着艦という名の産声を上げた日である。アメリカの支援を受けた検証作業の実施は、日米同盟の深化及び日米の緊密な協力を示すものあり、発着艦試験が日米同盟強化の賜物であるとも防衛省は強調しており、米海兵隊が保有する F-35B が出雲へ発着艦が可能だと確認されたことは、日米の相互運用性の向上に資するものであり、
敵国に対する日米同盟の抑止力、対処力の強化につながるでしょう。